海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が完了し、認証テスト待ちに F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まろうとしています。F-35B 戦闘機の配備先は、新田原基地と決定しました。今回は、護衛艦いすも、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきます。今更、F-35B 戦闘機が必要なのかと疑問視される中、無人機導入も進みつつあります。次世代戦闘機が必要になるのかどうかも、不明な状況へ向かっています。世界中の兵器が一変している状況という声もあります。2024年4月現在、海上自衛隊最大の規模を誇るいすも、型ヘリコプター搭載型護衛艦いすも、加賀の2隻に固定翼艦載機を搭載し、運用するための改修を段階的に進めています。ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められていて、実現すれば戦後初の航空母艦保有ということになるわけです。日本では F-35 ライトニング2について、空自が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、合計で147機の調達分の予算化がすでに確定しているので、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い調達数になっています。実はアメリカ以外では F-35 ライトニング2の全種を対象にした場合、調達予定数が100機を超えている国は日本とイギリスぐらいで、次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されています。2015年前後、イギリスは、F-35 ライトニング2 B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していましたが、近年は、高価な機体の購入にブレーキがかけられ、予定より大幅減の48機になる可能性が現実味を帯びてきているとのことです。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとって程度の差はあるものの、似たような状況なのです。冷戦終結後の流れとして、今後、ヨーロッパでは従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったからです。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国の多数が、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が多かったのです。しかし、ご存知のように、2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したため、地理的にロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシア・ウクライナ戦争という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費増額を政策として打ち出したのですが、イギリスが再び F-35 ライトニング 2B 型の調達に動くかは不明です。しかし、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて北海に展開していると報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は、保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると見られています。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は空軍の所属です。さらに、この艦は、アメリカ海兵隊の飛行隊をも収容しているのです。理由として、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要となるキャパシティに余裕があることと、今後の同盟国として、アメリカとの連携を深める側面があるためと思われます。また、アメリカの保有する強襲揚陸艦にも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織は別なので、同期の性質を物語るものになっていると言われます。
イギリスやアメリカでの F3 後ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定です。出雲片護衛艦は海上自衛隊 F3 後ライトニング 2B 型は航空自衛隊に所属する予定での準備が進められています。こういった運用体制について海自はこれまで敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していましたが、空自は対艦攻撃を主眼に置く想定なので、相入れないのではないかと連携の危うさを指摘する声もあるようです。アメリカ軍ならば、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に、戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として用いるだけではなく、輸送機として多数の MV-22 オスプレイを運用する体制となっています。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機とその名前を知られている機体ですが、従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトに比べると、圧倒的な効率を発揮することでも知られている機体です。実は、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比べて、移動速度が約倍、作戦行動半径はおよそ4倍、兵員の搭載量もおよそ倍、そして貨物の積載量では約3倍に相当すると言われていて、飛躍的に作戦の幅を広げているのです。この MV-22 オスプレイがあるからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は迅速で強固な補給体制が構築できていると言っても過言ではないでしょう。作戦遂行能力を非常に高度な効率で発揮できると推測されているようです。一方、日本の場合、出雲片護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はオスプレイのような機体は保有していないので、物資や人員の大量輸送を直接担うのは、事実上、困難と言わざるを得ません。陸上自衛隊は、V-22 オスプレイとして、2021年度末の段階で、9機保有している状態ですが、今後も航空自衛隊がこうした機体の調達を独自に行う予定はないので、そことの連携も必要になってくると思われます。その場合、出雲片護衛艦等の艦艇が海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の戦闘機が航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と全ての所属が異なるので、指揮命令系統の一元化が求められることになります。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整が非常に困難というのは、想像に難くありません。しかし、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合、どうしても横断的な運用を実現する必要があるのでしょう。ただしあくまでも試験ですが、今、まさに、航空母艦化改修中の出雲片護衛艦2隻とその艦載機の F-35 ライトニング 2B 型については、あまりに多くのものをその運用に求めすぎるのは酷ではないかという声もあるようです。出雲片護衛艦は2009年平成21年8月末の次年度2010年の防衛予算概算要求で建造が計画されたものです。海上自衛隊としては初めて固定翼機の運用も視野に入れ、設計が行われたもので、いわば、実験艦としての役割が大きいとされました。2008年時点ですでに出雲片護衛艦に関しては、海自内部では、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされましたが、当時の時代背景を考えると、政治的にも、日本が航空母艦を保有するのはタブー視されていました。そのため、海上自衛隊が独断でこうした決定を下せませんから、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価されても良いという声があります。先見の明があったと言いたいのでしょうか。出雲片護衛艦は航空母艦化改修が終了しても、F-35 ライトニング 2B などの艦内への収容数は10機プラスアルファと見られます。この数は決して多くはありませんが、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば仕方ないとも思われますね。
イージス・アショア計画が白紙撤回されてから数年が経ちました。その代わりのようにイージスシステムを搭載したイージス艦の計画が動き出すようです。そんなイージスシステム搭載艦の予算として、2024年度予算案で3731億円という天文学的金額を計上した流れについて見ていきたいと思います。それに伴って、早期導入が叶ったとも言える巡航ミサイルトマホークが今年から装備されていくようですし、人に、意識能力向上型も、1年前倒しで量産されるそうです。ある意味では白紙撤回したための危機感に追われてとも言えましょう。2023年12月19日、2024年当初防衛予算案について、財務省の鈴木財務省と木原防衛省が会談、イージスシステム搭載艦1隻あたりの建造費として3371億円を計上すると決定したことを公表しました。このイージスシステム艦の導入の経緯を紹介します。1998年、平成10年に実施された北朝鮮のミサイル発射実験。その中で、デポドンが日本列島上空を飛翔し通過した事件が発端でした。日本領空が危険にさらされるとした防衛省が、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化、海自が保有しているイージスシステム搭載護衛艦と空自が配備しているパトリオットミサイルによる対処体制を整備したのです。しかし、この体制は、当時所有していた装備を最大活用するという対応に過ぎませんでした。イージスシステム搭載護衛艦が、ミサイル防衛、BMD のためのパトロール目的だけに拘束されてしまうので、中国海軍の進出が、激しい南西諸島方面への展開や、必要な練り度を維持するための訓練時間が確保できなくなることが懸念されていました。こういったことから、北朝鮮の弾道ミサイルに対する BMD 任務に専従させるため、イージス艦のイージスシステムを丸ごと陸に上げ運用する方向で話が進んだのです。地上配備部隊整備が決まり、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議で、そのための必要な装備として、イージス・アショアの導入を決定したというわけです。かなり唐突に決まった印象がありましたね。防衛省は、秋田県と山口県への配備計画を進めようとしていましたが、2機のイージス・アショアが、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターを配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備反対の声を上げる地元への説明が不足していたことなどの問題が発生、決定から3年後の2020年6月15日に、当時の防衛省が導入計画中止を発表しました。しかし、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー AN、スパイセブンとイージスシステム2機を発注する契約は締結済みでした。なので、キャンセルすることなく活用する案として、地上の制約を受けない洋上の艦艇、もしくは建築物などへ搭載して転用すると決定したのです。洋上への転用方法について議論され、3つの洋上案が検討されました。1つは、護衛艦を新造して搭載する。2つは、民間の船舶をチャーターして搭載する。3つは、洋上に海上油田のような大規模建造物を構築し、そこに配備するオイルリグ型などです。敵の攻撃に対する防衛力や脆弱性などを重視した結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となりました。政府は、2020年12月18日、新たなミサイル防衛システムの整備やスタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議で、AN、スパイセブンとイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造、海上自衛隊が運用すると決定しました。このベースライン J7B ですが、海自の最新イージス艦マヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型です。アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載するベースライン QC2 と同様、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD5.1 が統合されています。さらにオープンアーキテクチャ化することで、これから
アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10が持つ新機能の数々を利用することができるらしいとされています。イージスシステム搭載艦の設計では、敵国の弾道ミサイルや地上発射型もしくは航空機発射型の巡航ミサイルなどの脅威に対し、臨機応変かつ持続的に対応することが求められます。そのために必要な条件があります。24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させる、冬季の日本海の荒天地などでも影響を受けにくい対応性を持つ、長期間洋上に常駐する任務に耐える乗組員の居住環境改善のほか、極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用などということです。また、将来的に開発が予測される装備品を、わずかな改修で運用できるようにする拡張性など、多種多様な要素に対して総合的に考慮し、既存のイージス艦と、同等以上の防空能力と機動力が保持できる艦艇であることも要求されています。イージスシステム搭載艦の主兵装は、艦対空スタンダードミサイル SM-3 や弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応できる SM-6 のほか、敵基地を叩くための反撃能力として、射程延伸回収後に導入が予定されている艦艇発射タイプの人に意識地対艦誘導弾能力向上型も搭載される計画になっているそうです。こういった各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に備えられる垂直発射装置、VLS は200セル以上とされていますが、この数はアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや、中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セル以上で、水上戦闘艦としては世界最多になります。2023年8月に、概算要求で、一隻3797億円が認められた形になりましたが、財務省側では、イージスシステム搭載艦建造にあたり、物価高や円安の影響で上昇している防衛費を抑えるため、実効的な管理体制を構築し、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダー選定についても、白紙に戻すことも含めて、改めて検討するよう求められました。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備には、AN、スパイ7イージス武器システムと、ベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定でしたが、搭載レーダーの白紙化検討も求められています。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーは、AN、スパイ 1DV で、アメリカ海軍のイージス駆逐艦 RE バーク級ミサイル駆逐艦の最新型のフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 AN、スパイ6が導入されているので、イージスシステム搭載艦には、AN、スパイ 7V1 を搭載するだろうと専門家たちから指摘されていました。しかし、防衛省では、イージスシステム搭載艦に、AN、スパイ 7V1 を採用する理由として、性能面では、スパイ7とスパイ6との間に大差がないこと、未試験や維持、運用に必要な経費を含めた総額で比べると、スパイ7の方が、スパイ6よりも安価になること、現時点でスパイ6へ変更した場合、調達スケジュールがさらに数年遅延することなどを理由として、スパイ7の導入予定には変更がないと強調しています。と言っても、こういった防衛省の主張は全てが後付けで、陸上のイージスアショア用として、AN、スパイ 7V1 を2機購入するロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでに払った経費700から800億円が回収できなくなると指摘する声が上がったそうですが、防衛省としては、AN、スパイ 7V1 を選択するより、他には選択肢がなかったのかもしれません。財務省側が出した搭載レーダーの白紙化という発言については、防衛省の強気の姿勢に釘を刺したのではないかとされ、既存のスパイ 1D やスパイ6などと競合させて導入価格を抑えさせようという目論みがあるのではないかと思われるのです。どちらにしても、納税者としては、予算は安い方がいいですよね。
かねてより建設中だった海自の、そう、夕方潜水艦12隻ですが、すべて収益を迎えました。令和2年には、無事に進水式を迎えたのです。タイゲイという名前は、大きなクジラですが、最初は、変な感じと思ったものですが、慣れるとぴったりだなという気になりますよね。今回は、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーについて紹介します。通常動力型潜水艦では、日本は、世界トップクラスと定評があります。ちなみに、アメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われています。つまり、日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるようですね。さて、タイゲイの話をします。2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦タイゲイ。先輩潜水艦である、そう、夕方11番艦東流、12番艦欧流をさらに進化させた艦艇ということです。タイゲイ型1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の、そう、夕方東流以後の艦と同じ推進方式を採用したのですが、タイゲイ派最初から専用で設計されていたのです。このおかげでしょうか、タイゲイ派東流などより、はるかかに、長い連続潜航時間と行動範囲を獲得できました。メリットはもっとあります。設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったとされるのです。スペースに余裕ができたので、乗組員の福利厚生についてもメリットがありました。タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったのです。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったのです。おそらく今までは、女の区別はなかったのでしょう。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースですね。タイゲイのサイズを紹介します。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0M、最大幅 9.1M とされています。公表されていない水中排水量は4250トンから4300トンではないかと推測されます。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり、耳である装置はソナーです。敵を探知することにも、自身を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99-8 統合式が採用されています。これによって、従来よりも、ターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたのです。こういった装置を駆使して得た情報を兵装と連携することで、ズバ抜けた防衛力を持つことになったというわけです。タイゲイの兵装ですが、従来型と同じように、6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっています。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用している、いわばベストセラー兵器です。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているのですが、タイゲイの収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているようです。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようです。現在の状態でいけば、総流型12隹、親潮型9隹、そこにタイゲイを加えると、一応22隹体制にはなると見られます。別の可能性としては、タイゲイ型を8隹建造して、親潮型を2隹以外は代替とするという方法も考えられますし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれません。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国です。中国海軍が
猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として、海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されます。しかし、そうなった場合、問題があるのです。現在でも苦慮している乗組員の確保です。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいのですが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も、厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られます。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。余談ですが、批判されながらも、各自治体に、高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応でしょう。拒否しなければ、勝手に、自治体が、防衛省か、総務省あたりに提出としてしまうんですよね。一般企業としてもこういった名簿は、喉から手が出るほど欲しいものだと思いますけど。大概には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると、課題がある潜水艦とも言えるかもしれません。先輩格である、双竜型が65名だったので、わずか5名とはいえ増えたことは、人員削減が、潮流の現在では、逆行していると感じられますね。では、中国が、大概型について、どんな見方をしているのか、分析していきましょう。2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍報は、大概についての意見を発表しました。従来型の、双竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して、我が国は警戒する必要があるという見解を公表したのです。大概の水中での静粛性に特に注目しているようです。静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもありませんね。中国軍網は、大概派優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したそうです。大概の高スペックは事実ではありますが、中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと気味悪い感じがしませんか？裏がありそうで安心できませんね。また、もう一つの中国メディアの意見も紹介してみます。2020年10月17日の今日頭条というメディアです。前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているのですが、あくまでも、大概派通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べています。ということは、逆説的に、原潜の優位を主張しているようですよ。つまり、中国は、新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である、大概がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下したわけです。確かに、原潜は、燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものでしょう。しかも、一旦稼働したら、理論上は、永遠に海中に潜んで言われると言われます。乗員のメンタル、福利厚生は完全スルーしての話ですが。しかし、中国は、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると見られています。ですかに、このままでいてほしいものだという声がちらほらと。何回か取り上げていますが、非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には、同じ土俵に、上ガラス、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり、我々の原潜がナンバー1、と思い込んで、通常型潜水艦について、いろいろと探らないようにしてもらいたいですね。原潜の力を過信して、通常型を舐めて、かかるぐらいの方が、こちらにとっては有利なので、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方が、ありがたいという声もあるようですよ。まあ、孫子を産んだ国ですからね、こちらの思惑通りに行くとは思えません。むしろ、こちらが舐めてかからないようにしたいものです。